お客様にご案内申し上げます。はい、どうも、青木X です。今日はね、プロバスケットボール選手、日本にいる、日本のプロバスケットボール選手、一押しの、焼肉が、ちょっとね、ご好意で家に届いたので、ぜひそれを皆さんに紹介していきます。はい、今日はもう焼肉です。はい、まあね、みんな、今なかなか外も出れないし、焼肉屋さんも実際やってないんじゃないかなっていう、興味。だから、今日はちょっと焼肉を食べてきます。やばいでしょ、これは。俺の顔の、同じぐらいか。顔の一部ぐらいじゃん。早速これ食べていきます。はい。ということで、これが届いたんですよね。秋田にあるんですけど、秋田のアウェーの遠征に行ったら、ビアの選手が、必ずアウェーの選手でも、この焼肉屋さんに行くって言って、食べたくて、行こうと思ってたんですけど、なかなか行けなくてですね、そごうの、この梱包するやつより5上です、これ。はい。俺もこれマジで分かるでしょ、初めて開ける、やっぱ靴と一緒で開けるときがいっちゃん興奮する。はい、チーズ。おほほほほほほ、えぐいって。皆さん、秋田に行ったらぜひこの大松園さん、はい、ここに行ってください。宴会コースもやってます、こんな感じで。はい、宴会コースもやってます。お肉、はい、いきます。まだまだあります。韓国料理ですね、おそらく韓国料理。すごい、ユッケ、黒毛和牛のユッケ、よくこれやりたかったっけ。初めてやりました。ユッケとギーネが入ってます。ギーネはこれ何色だろう、ユッケ。ほら、おそらくなんですけど、まあ、ユッケのタレですね、タレ。大松園さん特製のもみだれ、チェーン。早速調理していきましょう。ということで、まあある程度ちょっと下まで机も準備きれいにしまして、準備しました。はい。あ、これは僕んちらの家宝になりました。これ。パンフレット。はい。ということで、あ、忘れてた、コンロ。コンロ買いに行かないと。やばい。はっ！はい、ということで、コンロもね、買ってきました。はい、ということで、はい。本当はね、炭火が良かったんですけど、家の中で炭火が危ない。割れながら気づきまして、さすがに23です、僕も。はい、炭が危ねえのは気づきます。やばい、これはやばい、マジで。てか、うまそうすぎる、ほんとに。つけだれ、いいね、ちょっと頭、なんだろう、さっぱりします。なんか、はい、さっぱりします。で、こっちのもう、こっち、次、もみだれ。あ、おいいですよ。あ、もみだれは、ドロドロしてます。そうです、ドロドロします。うまいっす、どっちもうまいっす。で、じゃあユッケからいきます。黒毛和牛ユッケ、これからいきますね。ユッケからいこうと思います。いや、俺こんな感じでユッケ食べるの初めてかもしれない。これはですね、おそらくこのままネギを入れます。多分だけど、韓国のりも入れる気がするんだよな。のみで入れてください、韓国のりとか。で、ここに卵ですね。はい、卵ですね。ここに卵入れます。ちょっと待って、ということで、卵も完成しましたと。ということで、まあぐちゃぐちゃにね、混ぜて。あ、これ黄身だけが正解だった説ある、これ。やば、ユッケ大好きなんですよ、俺マジで。ユッケできました。ユッケでーす。はい。ということで、食べていきまーす。うまい。あっ、タレどこいった。タレ、俺今肉で、一発目、あえてです。わざと、あえてです。まず肉本来の味で。次、タレかきます、いきます。だから、まあSB ヒーローズのユッケをこうやってやってる感じだよね。はい、いきます、食べてきます。
バカうま、米です、待って、米です、はい、やっぱりこうじゃないと男の飯は、はい、これなんですよ、やっぱり。ということで、ユッケで、はい、オンザライス、オンザライス、昨日のオンザライスは唐揚げでした、オンザライス。まあ、これだってうまい以外のことも何もないありません。さ、次はもういよいよ本ちゃんの肉に行ってみましょうかねって感じで、開け方が分かりません、猿です。ということで早速準備ができたんで、まずは野菜とか行く前にまずは、これかな、おっと、家で聞いちゃいけない音よこれ。おっと、油しかなくて正解だね。これ多分あれシーツだったら顔まで来てる。あっ、ちょっとこっち側でやっとね。あと壁が怖い、これ壁が危ない、やばいね。これは食べたくて食べたくてしょうがない。だってこれ俺今日一食目だからね、さっきのユッケが今日一食目だからね。あ、家が煙煙煙家が煙みたいに、うんうん、よしよしよし、じゃあ、家で見ちゃいけない火出てた今。ちょっとね、ちょっとね、煙のせいで焼きすぎたんですけど、早速いきます、オンザライス。うまっ、うまっ、うまい、もうダメ、うまい、え、これうまい、もうどんどん入れていこうかね、これ、これも入れていこう。これに関してはたぶんどっちかが、さっき食ったのがカルビで、これがハラミかな、これがハラミかな。野菜も焼いていきましょうね、野菜、おーね、ギーネ、ネギですね、ギーネと、リンギ、エリンギ、エリンギ俺好きなんですよ、めっちゃエリンギめっちゃうまくない、熱い、パンプキン。じゃあ次、どっちだれ、どっちだれ、これはこっちか、つけだれの方ですね。うん、もう多分画面越しじゃ分かんないですけど、家の中が火事に小学校でよくやった防災訓練の煙の中に入るみたいな部屋になってます、この部屋やばいですよ、これは。次はトントンですね、多分トン、お、これは玉猿かな、あ、かぶった、お、すごい火力が強いですよ、これ、やばい、秋田行きたくなってきた、コロナ収まったらすぐ来てるかな。うん、うまっ、うまっ、絶対熱いんでちょっと多めにタレつけていきます。うまっ、待って、もう我慢できない、うますぎる、これモザイクしといてください。似てないっていう。似てません、はい、クオリティがもう2のクオリティ2のね、ちょっと大変だ。次野菜たちいきます、まずネギから、うん、うまっ、エリンギいきます、うん、シャキシャキ、かぼちゃ、うん、甘い、ラスト、みんな大好き、タン、タンいきます。タン、俺結局タンで始まってタンで終わるんですよ、いつも焼肉は。けど、はい、なんで俺最初食わなかったのか、緊張してるのかな。タンいきます、ユッケ見てるか、おお、お前のことなんかこうやって食らいついてやるよ。これで、このね、レモンがついてるんですけど、ちょっと、おかレモンでいきます、今回は、うん、直でレモンして、直レモンからの直口です、これは。やけどしたくないんで、すいません、私やけどしたくないんで、一回オンザライス挟んで冷ましてから、はい、よということで、
もう再生回数が伸びるとかどうとか知らないです。もう肉、このうまい肉を YouTube で紹介したかっただけの動画です。はい、ぜひ皆さん、ありがとうございます。秋田の、大将さん、ありがとうございます。めちゃめちゃうまいっす。はい、この後ね、しっかり食べたいと思います。ゆっくり、あの撮影なしで。秋田の大将園、プロバスケットボール選手がよく行く秋田の名店大将園さんの焼肉セット、これみんなデリバリーをやってるんで、ツイッターかな、ツイッターもインスタもどっちも多分アカウント貼っておくんで、連絡送ったらすぐ帰ってくるんで、ぜひ皆さん丁寧に梱包もされてくるし、おすすめです。ということで以上、青キックス秋田の大将園の焼肉初めて食べてみたいでした。